っとどっかブレーキ引きずってない？え？左リアですね。下の方を持ってこうやって送るしかないんですね。これが昔のイタリアンスタイルです。で、足の位置もこんなまっすぐにならないように横の方向いちゃうんです。ただね、この景色すごいでしょ。両方のフェンダーの峰がこういうところとか、やっぱりこのデザインの素晴らしさっていうのを実感するところですね。あとね、車がね、ナロー、幅が狭い。で、ギアは気を使いながらこうやって回転を合わせて乗っていかないと。恐る恐る。まだちょっとエンジンも一生も温まってないんで。ブレーキ引きずってない？もう全然ね、前進まない。ああ、臭いっすね。ああ。キャリパーが固着しちゃってるのかもしれないね。サイド見えないですね。サイドかな。だってサイドなんか引いてねえから。ちょっと動かしてみるよ。はい。いくよ。ロックでここに放置になってしまいまして、非常に迷惑がかかっております。
ブレーキロックなんで、今からですねマスターシリンダーのところをちょっと見ようと思います。マスターシリンダーこれだ。マスターシリンダーをなんとぶったたけた。動いた動いた動いた全然揺れらしてる。動いた動いた動いた。始めます。はい。すいませんでした。すいませんでした。もういいよ取らなくて。積むところまで来た。これで家に帰れます。やったコンコン叩くのを教えてくれたのはアウトモビリベローチェというこういうスポーツカー古いやつを使わせたら日本一のところです。日本一のところが叩いてくださいって言ってましたから。